離婚シャスパラダイス。生放送でしたね。はい、毎月同じこと言ってますけれどもね、はい、ちょっとちゃんと真面目に番組の紹介をね、紙をもらったので、はい、させていただこうかな。この番組は東京と沖縄で美容スクールを営む秋が美容に関するお役立ち情報をお届けします。毎週月曜日夜8時からと、はい、これ言わなくちゃダメじゃんね、毎回ね。ですね、ちょっと来年からはね、来年からはちょっと一人でお願いしますよね。頑張ります。はい、はい、頑張ってください、はい、ちょっとさっき新規一転して頑張るっていう約束でしたので、はい、ラジオも頑張っていただきたいと思います。はい、はい、そんなことですね、今日は冒頭から早速なんですけれども、ちょっと前にも少し触れたけど、東京都の美容生活衛生同業組合、はい、通称美容組合ね、はいはい、BA さんについてちょっと宣伝させてもらいたいと思います。はい、これあのユーストリーム全国に放送されてると思うんですけれどもね、私が所属します BA 東京の八王子支部というところに私所属してるんですね。はいはい、はい、でこちらでちょっと宣伝させていただきますねっていうことで今実は組合加入のね、トライアルキャンペーンっていうのをやってます。はい、前に組合について少しお勉強しましたけど、覚えてますか？もう一度お願いします覚えてねえよみたいな私的にはですね、まあ、いくつかいろいろあるんですよ。はい、例えば、一番一押しは保険。はいはい、保険ね、はい、でこちらがあの漏れなくついてくると言ったら言い方変だけれども、はい、あの賠償責任の保険とかが保証されてます。はいはい、もうこれだけでも十分元取れるんですけど、はいはい、その他ですね、勉強会があったりだとか、まあ、いろんな、あんまり事件事故とか起こっちゃならないけれど、はいはいはい、なんかあった時にはね、弁護士さんに相談できたりとか、良くないですか？いいですね、安心ですね。安心ですよね。はいはい、で、その勉強会とかもいろんな勉強会、例えば、髪の毛とかだけとかではなくてですね、ま、今回八王子支部でやったのこうラッピングとかの講習とか、はいはい、良くないですプレゼントとかね。いいですね。はいはい、そんななんかお役立ちサロンに役立つようなそういう研修とかもしております。まあ、その他あのオプションとしましては旅行にね、みんな同業者とかでなかなかね、自営業とかだと行くこととかもないと思うんですけど、そういった交流の場とかもありますし、一人で悩むよりも同じ同業者とね、こう助け合いながらというんですか。いいですね。いいですよね。はいはいはい、で私もかれこれ加入してどのぐらいなんだろう、ぶっちゃけ BA さんとかって最初は美容室さんでしょっていうのがあったんです。はいはいはい、ちょっと私たち関係ない感、エステとは、ね、はいはい、関係ない感じもしちゃうしって言ったところもあったんですけどもね、ぜひですねアイリストさんとか、あとネイリストさん、はいはいはい、美容師免許を持ってる方っていらっしゃると思うんです。まあ、そういう方にはね、まあ、各協会とか組合とかありますけれども、松江区も美容師の業ですし、そうですよね、はい、はいはい、ぜひこの機会にですね、トライアルなのでもちろん無料ですね。無料なんですか？ちょっとさっきねこれダウンロードしてきたんだけれども、はいはい、賠償保証制度があったりとか、はい、災害共済の制度とか、先ほどお話したセミナーとかですね、はいはい、あとね開放誌なんか毎月送られてきてますね。弁護士による電話の法律相談、あとは、組合価格でねいろんな、商材とかが買えたりとかします。はいはいはい、はい、あとはですね職業紹介とかがあったりとかいうのもあります。はい、職業紹介、うん、はい、はい、例えばどんなことがあるかというと求人とかを出したりとかね、はい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 、そういうのができたりとかします。
ぜひですね、詳細はダウンロードもできますので、ABA 東京で検索していただけたらというふうに思います、はい、で私、秋の、はいうん、ホームページ秋トータルビューティースクールの方にお問い合わせいただきましても大丈夫ですので特に八王子でサロンをなさってる方お気軽にお問い合わせいただけたらなというふうに思います。もちろんですね BA 東京っていうぐらいですから東京都どちらでもご加入トライアルいただけます。はい、はい、ちょっとお得ですね、お得ですね、はい、ぜひご参加いただけたらなというふうに思います、はい、仲良くやっていきたいと思います。私みたいな全然ね松江区屋さん松江区屋さんとかでもね、はい、仲良くしていただいてますので私全然松江区だから関係ないしっていうことではなくね広めていきたいなと思います。ちょっと一人ぼっち寂しいので松江区のサロンの先生の、はいはい、一緒にね仲良くしてくださいいう感じです、はいはい、さて先ほどからこんな持ってます。私もいただきました。かわいいです。で私からのクリスマスプレゼント、ね、ありがとうございます。私からのとか、はい、お見せがましいんでしょありがとうございます、はい、これはソープカービングです。知ってた？わからなかったです。え、これ見えますかね。これ何だと思ってる？ソープカービング、これお菓子じゃないからね大丈夫です、食べないです。石鹸ですからね、はい、これ石鹸掘ってます。見えるかな？見えますかね、この綺麗さ、ね、今ね、お友達のねパニパニパニさんが、はい、パニパニさんがこれクリスマスとかでねうーんいろいろ受けたまってますので細かく花がありますよ、ね、掘ってあるんですかね。掘ってますね、掘ってます掘ってます。使うのもったいないですね。でも使っちゃってほしいんだって。あ、そうなんですか、うん、飾るだけじゃなくて。そうそう、さっきね私別の、はい、今日整体の先生にねこれはい1年間ありがとうございましたってプレゼントって書いて、はいはいはい、いや使うももったいないですねってやっぱ言うでしょ、はいはい、いやでも使ってほしいんですって言ったらいきなりでもいきなり使うのもったいないって、いきなりとりあえずは鑑賞していただいていきなり使うのもったいないですよねいきなりはちょっとね悲しすぎるの で、 そうです、ね、せめてせいぜい1ヶ月ぐらいは見ていただきたい感じですよね。そうがっつりすぐ使おうとしたんですねそれはちょっとやめてって感じですけどあとねここねお教室とかもやってるの。あ、これ習えるんですか？習えるの、習えるの、簡単簡単、習ったことないけど先生多分簡単見てると簡単そうなんだけど、すごい難しそうですけどね多分簡単じゃないよね。本当ですか？でもこれは簡単だって言ってたよ。あ、そうなんですか、うんうん、へえ。これ1個の石鹸をこうやって削って、これこれでどのぐらい時間かかるんでしょうね。そこ何10分？これで10分だって。10分、すごいね。すごいです。でも先生だから10分なんじゃないの？あうちらの10日くらいかかったり。絶対10日かかりますよ。まず1つの花びらで1日ですね先生は半日じゃない。最近まつげ以外は見えないから老眼で、我ながらよくまつげ見えてるなって思いますね。やっぱりこれ職業なのでまつげ見えるまつげは見えるけど花びらは見えないの先生眼科行きましょう一緒にこれなんか6個放つのに6ヶ月くらいかかっちゃうこの穴は大丈夫ですけどねでもね本当素敵な私のフェイスブックページね、いろいろこうシェアさせていただいてますけれども、はいはいはい、ソープの他にですね、あれです、お野菜とか。石鹸を野菜にするんですか？違うよ、違う、面白いから違う。野菜を持ってるの。あこれは野菜にするんじゃなくてそれ魔法使いじゃないから、あの人これをリンゴとかに形に取ってとかではないんですか？で、野菜を掘るの、はい、へー、スイカとかを掘るってことですか？そう、スイカを掘ったりとか、はいはいはい、人参を掘ったりとかとかっていうことです。へー、だけどそれ販売するのはね、はい、なかなかね、鑑賞用にもさっさと食べなくちゃいけないからね。あなんかパーティーとかに。そう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 。ぜひですね、フェイスブックページの方もご覧いただいてね。これからクリスマスですからね。いいですね、クリスマスパーティーに自分で掘って。さっきサンタさんいましたね。かわいい。かわいいサンタさんね。借りようとしたんですけどダメですね。ダメだね。でも入らないっちゅうの。ガ
だんだんゼロになりますね。じゃあいきなりなんか放送事故、放送事故起こっちゃってる。黒いザラザラが出ますかね。なっちゃいますかね。でもぜひね、そういうパーティーとかに、コーディネートいただくのもよし、ね、なんかちょこっとプレゼントもよしですね。嬉しいですね、うん、嬉しいと思うんだよね、手作りってね。見えてないのが残念です、うんね、はい、はい、ということでパニパニさんの宣伝でした。とりあえずパニパニで検索してください。アトリエパニパニ名前なんですか。そう、おパニパニしてるの。パニパニ、はい、なんだかわかるの。はい、そしてなんかこの1ヶ月ありましたか、変わり種な情報とかは。この1ヶ月まだ暑いですね。まあちょっと暑いね、はい、もうちょっと寒くてもいいかなと思うんですけど、まあ、足がむくまないのはいいんですけどね。もう寒くなったら寒くなったら寒いとか言って文句言うんでしょ。そうですね、寒いのは嫌です。私はですね、もう国家試験の、美容師の国家試験の対策講習が始まってますので、うん、日々ですね、もう一生懸命こうウェブ作ったりとかですね、はいはいはい、カットしたりとかですね、うん、昨日もあの沖縄の方で、国家試験の対策講習があったんですけれども、結構そんな日々ですね。もうあと2ヶ月しかないのでね、もうこれは毎回毎回のことなんですけれども、はい、皆さん受験生は頑張っていきましょうという感じです。2ヶ月っていうことは2月に試験があるんですか。そうなんですよ、年に2回なので、はいはい、2月と8月が受験になります。頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね、はい、なんか働くねとか言われるんですけど、で毎年国家試験ね、私のために変えてはくれないので、そうですね、お正月はもうそうですね、国家試験対策って決まってるの、はい、はい、もうしょうがないですよね、これはね、皆さんも頑張っていただきたいと。そうですね、うん、一発合格で、一発合格で、はい、はい、またですね、お問い合わせも受けたまっておりますけども、うん、4月、美容学校のね、通信課程4月入学をご希望の方とか何かご相談があればね、まあ、昨日もちょっとお話いただいたのがお子さんが小さいんですけどとか、あとは内地の学校に行きたいんですけど大丈夫ですかとか、あ、沖縄から内地の学校に。そうです、そうです、まあ、そんなご相談をいただいたりですね、はいはいはい、スクーリングとかね、何回ぐらいあるのとか、あとは、ここの学校このぐらいの金額なんだけど安いの高いのとかですね、お、あ、そういう相談も先生にあります。 はい、あとは、教材のご相談とかですね、はいはい、まあ、中古販売とかも対応させていただいておりますので、ご予算がある方とか何でもですね、絶対うちの学校入学しなくちゃいけないってことはないので、ご相談いただけたらなというふうに思いますね。でも先生の話聞くと、あ、ここがいいって思いますね、絶対皆さん。もうなんかそうじゃない。クリスマスプレゼント。違います、違います。私もそうだったので、はい、先生の人柄が、はい、いいので。ありがとうございます。ただむしゃむしゃね、おにぎり食べてるだけじゃないんですよ。全然大丈夫です。それからね、今日もちょっとね、まさみさんとミーティングさせていただきましたけども、はいはい、来年はちょっと飛躍の年になりそうですね。はい、4月から、はい、はい、頑張り、生まれ変わって、はい、生まれ変わって私も、はい、はい、一生懸命ね、はい、頑張りますと、頑張ります、ということで、ね、はい、あんまり今は多くはね、ちょっとまだ言えないんだけどね、はい、ちょっと言えないんですけど、はい、言えないんですけどね、はい、多分あなたのお手元にもベルママンの何かが何かが、はい、届くんじゃないかと思いますね、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、あとですね、まあ、近況としては、まあ、来年からワックスの講習を、はいはいはい、ね、始めようかなっていうふうに思っております。ホットワックスがワックス脱毛、ワックス脱毛ですね、はい、まあ、これはですね、まあ、安全ですし、お肌すべすべになりますし、お顔の方とかにも対応できますので、ぜひ沖縄の皆さんにもお届けできたらなというふうに思います。夏になる前にいいですよね。そうですね、はい、まあ、でも瞬間脱毛なので、あ、明日も水着着なくちゃいけないとか、そんな時にも目に見えてすぐに、はい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 、実感していただけるかと思いますので、お楽しみにと、こちらもまたお楽しみにということですね、うん、痛くないんですよね、しかも痛くないんですよ、いい匂いだし、お、こちらもアロマだし、あ、いいですね、癒されながら毛も抜かれ、はい、
ことだらけですね。ぜひあのベルママにも投稿いただけたらと、ね、はい、よろしくお願いします。思います。もう何から何までトータルビューティーですね。そうですね。はい。はい、毛までちょっとケアさせていただきます。はい、毛って言わないで。すいません、なんて言われるんですか。毛だけどさ、いやだけどさ、もうですか。もう。ちょっと CM 行った方がいいですかね。ちょっと。もうってことで CM です。はい、はい、秋トータルビューティースクール、まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。ピピ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 ピ
ピピピピなんくるないさでほら行こう。きのワンワンきのワンワン。うん。FFきのワン。秋トータルビューティースクール。まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。はい、なんか面白いね、メッセージを、はい、たくさんメッセージどうもありがとうございます、はい、なんかじっくり近づいて読んじゃいましたね、はい、本当面白い面白い、でもありがとうございます、嬉しいですね、はい、ハイサイ、はい、何回生まれるねんとか、はい、そうだよね面白いホットワックス、オッケー、ホットワックス三重県にも広めちゃうよ先生、三重県行きましょう、三重県、三重県、三重県進出から第1号のお客様でそうですね、三重県ね、はい、いいね、三重県いいですね、三重県行ったことある？ないです。話すればめっちゃ三重県に飛んでるけど三重県ないですね、ちょっと行ってみたい感じ、ね、はい、はい、行きたいです、ね、私も行ったことないよ、三重県。修学旅行どこだった？あ、宮古島だったので、宮古島で宮古島で違う遠足やんって感じだけど修学旅行、あ、沖縄本島でした。え、そうなんですよ、はい、なんか小学校の修学旅行は、はい、沖縄本島でした。で、中学校が、九州でした。九州どこ？福岡と熊本とかも行った感じします。長崎、はい、メガネトンネルとか行きました。はい、で私先生その時は半袖だったんですよで私その時眠くなったんですよ、半袖 でバカだなこれ着てきてと思って、ダメだよ友達にダメだよ寝たら死んじゃう寒くて半袖ダメだと思いました雪山みたい？いや、そこそこまであったんですよ。寝たらダメだよって言われましたあー、思い出ですねそうなのね、はい、でも飛行機だからそんな遠くはいけないよね。そうですね。あ、先生はどこだったんですか？私ですか？私は小学校は日光。日光、あ、猿のところですか？あ、猿のところ、見ざる言わざる聞かざるのところ、ね、はいはいはい、で中学校は京都奈良ですね。へえ、あ、じゃあ飛行機で行くんじゃないんですね。あ、飛行機で行く。飛行機なんか今時は東京の高校の修学旅行は飛行機乗らせてもらって沖縄よ、みんな。へえ、みんな沖縄来ちゃうわよ。あ、そうなんですね。それ飛行機なんか飛ばしてもらえません？全然もうだって LCC とかなかったしね当たり前だけどね飛行機代高いですもんね。高いですよ。沖縄なんてもう行くのはもう本当に貯金箱だけひっくり返して、ひっくり返してお金ないから。あ、そうなんですか。もうお店より多いですからね、全然ですよ。飛行機乗ったのなんかあれじゃないですか、あの20歳超えてからって人いっぱいいるんじゃないですか。今はどこでも行けますもんね。行けどこまでも行けますからね。そのうちあの修学旅行どころの宇宙とかね日の
貸して行ってさみたいな。すぐ買ったよみたいな。だけど食事とかさ、なんかすごい浮いちゃってるでしょ。なっちゃうよ。ほらね、お子さんたち大きくなった頃にはちょっとお母さんちょっと宇宙行ってくるから、こういう状態みたいな。私ハゲるまで仕事してるんですね。怖い。怖い。本当よ。全然、うん、だって私初めて沖縄来たのいくつ、23歳ぐらいじゃない。へえ。その時からちょっと安く来れるようになったんですか。うん、人のおごりだったから。じゃあ来ますね。言ったじゃん、さっき貧乏だったって。そんな悲しい、もう涙涙でも。そうですね。ですね。うん、でもこんなに本当に安くなかったしね。あー、そうですよね。うん、だって私たちの親の時代なんてね、うん、あの新婚旅行熱海とかでしょ。へー。まあ、沖縄で行ったらね、ちょっと北部までみたいなのが新婚旅行じゃない。そんなくらいなんですか。へー。まあ、そういう時代からね、幸せですよね、北部の人たちはね。うん。何の話やねんって感じ。なんで三重県からどうしてそんな話になっちゃったの。え、鬼怒川温泉に行ったんですか、修学旅行。いいね、鬼怒川温泉。いいですね。え、自衛隊の飛行機使いようだって面白い。もう次の日、もう秋先生捕まりますよね。面白いね。熱海いいじゃない。素敵よね、熱海素敵よね。行ったことないです。はい、どんなところかも想像できないです。熱海ですか。はい、熱海どういうところ。私あの築地っていうところも北海道にあると思ってました。あの海の幸が多いところ。あ、海の幸っぽいから。はいはいはい、海の幸っぽいから、あの築地は北海道って思ってました。はい。私ね、北海道は行ったことないな。あ、私もないですね。ないの。ないです、全然ないです。なんか意外とありそうな感じ。でも沖縄の人北海道なんかめっちゃ行ってるイメージあるんだけど、北海道とディズニーランドって感じするんだけど。ディズニーランド、そうですね。あ、日光って言ったから鬼怒川温泉ね。あ、小学校のね、うん、あの修学旅行だったから鬼怒川温泉っていうイメージなかった。そうだね、鬼怒川温泉だね。そっかそっか、オッケー、ありがとう。誰と話してんのって。そうですね、築地はね面白いですよ。でもちょっと問題だけどね。そうですね、移転しようかもしれないけどね。あんまりこういう発言するとやばいから。じゃあ終わります。終わります。結構今ね、あの東京築地問題暑いからね。あ、そうですよね。ピリピリしてますもんね。ピリピリしてますからね。でも築地いいところなんだけどね。あそこね、いられないのかな。ね、築地といったらもんじゃ焼きだよ。え、そうなんですか。海じゃないんですか。海の中マグロみたいな。いや、マグロはいるけどさ、あんまりこういうあんまり沖縄の海とか想像してもらっちゃうとね。熱海はね、ハゲたおっさんが近寄ってきてにするんだってっていうところだってさ。そうなんですか。ハゲたおっさん、うん、うまいこと言うね。そう、そうなんですか。そう、なんかね、日光はね、うん、そうだね、うん、いいところついてる感じ。全然わかんないです。お家帰ってるさ、スマホでさ、え、八王子はそう、サマーランドなんだよ、サマーランドだよね。そう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 。でもね、本当に八王子にあるわけじゃないの。八王子って言ったらうん、サマーランド知ってます。わかんないです。知らないよね。はい。海があるのにサマーランドなんてね、行かないの。こう人工の海とかがあったりとかする。へー、そうなので、はい、ぜひ八王子にもいらっしゃってください。なんだかよくわかんないな。ギャーッと。はい、なんかあっという間の30分だったけど、ね、修学旅行について。修学旅行も三重県と鬼怒川温泉と築地で終わりましたけど、美容の話と、あ、美容の話とね。最後にカービングよろしくお願いします。お願いします。うん、ではこのかじみちゃん。お友達なんだ、よろしくね。すみさん。
検索ですね、はい、はい、パギパギで検索、こちらもよろしくお願いいたします、はい、ではもうあれですね、良いお年をっていう感じな、あ、そうですね、良いお年をですよ、そうですね、早いですね、はい、そう、来週も放送はしてますけど、生放送今年最後ですからね、あっという間です、来年お餅置きますか、ここに、そうですね、で明けましておめでとうございますとか言って、あ、いいですね、ただもう飲みながらやりますか、大丈夫ですか先生、このな NG とか言うんじゃないですか、大丈夫ですかとりあえずピーピーって言ってくれる声でですかそう、声で了解しましたそんな感じでした、では、また来月ですね、はい、ハッピーニューイヤーでお会いしたいと思います、はい、お願いします、ビコンシャスパラダイス、提供は秋トータルビューティースクール秋とフェルママンのイハでお届けいたしました、はい。